YouTube をご覧の方にお知らせ。動画を見てるだけでなく YouTube で収入をアップしませんか？顔出し、声出し、撮影不要の新しい YouTube の稼ぎ方を無料公開中。詳細はこちら。張本勲が水谷に勝つガッツポーズ一刀両断。野球評論家の張本勲氏が2016年8月14日コメンテーターを務める TBS 系サンデーモーニングに出演。リオ五輪の卓球男子シングルスで銅メダルを獲得した水谷隼27のガッツポーズにダメだよとカツを入れた。張本氏は水谷のプレー映像を見終わった後、厳しい表情でスポーツ選手の先輩として卓球の水谷にねと切り出し、あんなガッツポーズはダメだよ、いけないとカツを入れた。水谷は個人種目の3位決定戦で勝利し、日本勢初のシングルスでのメダルを手にし、ガッツポーズ。床に仰向けになり、大の字のポーズで喜びを表現した。しかし、張本氏は、手はね、肩から上に上げちゃダメなのよ。やっつけた。っていう態度、取っちゃダメ、と、歓喜のガッツポーズを一刀両断。この国、日本は、例に始まって例に終わる。やっぱり、ガッツポーズは肩の下まで、と、張本ルールを説いた。司会の関口博士が、だけど、どこまでって、嬉しい時、はこう、手を高く上げて、ガッツポーズをやりますよ、と話すと、張本氏は、ワンちゃん、王貞治氏なんか、ホームランの世界記録達成した時も、相手のことを思って、決してやらなかった。これはエチケットだから、と例え話を披露。一つ注意をしておきます、と満足げに提言を締めくくっていた。みんなの声。高校野球の地区予選優勝、甲子園優勝チームは、全員がマウンドに集まり、これ見よがしに指を立てて1番ってやってるじゃん。それこそ、相手チームへの配慮なんて微塵も感じないけどね。覚えてるぞ。王選手が世界新記録のホームラン打った時、ぴょんぴょん飛び回ってたやつがいたな。それに、3000本安打打ったとき、ヘルメットを放り投げて喜んでたやつもいたけど、そういう失礼な男には何もないのか？あのガッツポーズは、外に向けて鼓舞したものではなく、自分が目指していたものを掴んだ喜びを、自分に向けて抱きしめた、そんな感じに見えて、見ている私も気持ちよかったです。ありがとうございます。それしか言えないです。いろいろな意見はあると思うが、卓球競技の会場に足を運んでみたことがあるのでしょうか？学生の大会などプレイヤーとベンチが一体となってガッツポーズの嵐です。そのスポーツに合ったそれぞれのスタイルというものがあるので、頭ごなしにこういう言い方はないと思います。一度、見に行ってみてほしいものです。プロ野球でサヨナラ勝ちした時のホームベース上でのバカ騒ぎには、負けた相手への敬意が少しでもあるのか、どのあたりで敬意を表現しているのか、ぜひお話しいただきたい。俺もガッツポーズは良いと思う。ただ、自分に対するガッツポーズのラインが、相手を侮辱や挑発する意味ならやめた方がいい。
イチローの打席に入った時のルーティーンも、日本自体はバットを投手寄りに傾けていたが、メジャーリーグでは投手にバットを向けるのは挑発行為になるから、今は自分寄りに傾けている。勝負の世界だが喧嘩じゃないからな。張本氏も何が何でもダメと言ってるわけじゃないだろう。派手なガッツポーズは相手を侮辱したり挑発したと見られるから控えめにした方が良いと言いたいのでは。最後まで見ていただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いします。